皆さんどうもこんにちは、ウィズプランツの筧田です。今日はですね、昼間に音質を立てました、なんで音質立てたかっていうとですね、僕今液を溶かした、水をね、こう自動で循環させる装置っていうのを使って水耕栽培を育てているんですけれども、室内で育ててるんですけど、やっぱりこう室内でも枯れてしまうっていうのを結構ネット上でこう聞いたんですね、冬になると。で、僕は今年その冬を越す植物たちをこんなにたくさん扱うのは初めてなので、枯れるんじゃないかとちょっと心配してるわけですよ。こう毎日育てている可愛い植物たちがこうなんかその枯れていってしまうの見たくないじゃないですか。なので、どうしたらいいんだろうっていろいろこう、勉強してみたんですね、自分なりに。で、そしたらですね、どうもこう直接温風を当たったりとか急激に温度が冷え込んだりとか、そういうのに植物は弱いらしいんですよね。ということで、まずはその空間、温度変化が少ない空間っていうのを作るだけでもかなり効果があるみたいなんですね。要は最低の温度を暖かいこう屈するっていうよりも、まずやるべきは急激なその変化っていうのを起こさない、こう風、あとは冷たかったり暖かかったりする風を浴びせないっていうのがポイントみたいなので、じゃあその時に何やるかって言ったら、もう温室でこう囲ってしまおうと。室内で育ててるんですけど温室で囲うっていうのをこの今回やってみようと思って、昼間その温室を耐えたので、まずはそちらの動画をご覧ください。1分にまとめてあります。実際はね1時間かかってるんですけど、ご覧ください、どうぞ。いやー、今改めて自分でもちょっと見てみたんですけど、動画をなんかこう1時間の頑張りがおよそ1分にまとまってるっていうのを見ると、なんか結構あれですよね、タイムラプスで皆さんに見ていただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。組み立ては非常に簡単で、なんていうのか、説明書もちゃんとあって、その組み方は分かるし、工具とか一切いらないんですね。はめ込んでいく形になります。はめ込むのと、あとはそのビニールをこう手で縛るっていうのだけになりますので、工具は一切いりません。ちょっとね、その結構その頑丈にするためにジョイントっていうんですか、その組み込むところが結構しっかりしっくりしてたので、結構力作業は必要なんじゃないかなとは思いますけれども、これですね、ちなみに僕がネットで見た感じだと1万3000円ぐらいで結構その売ってる商品を見たんですけども、茨城のヤマシンっていうねホームセンターに行ったら、なんと8500円で売ってたんですよね。安いと思って、でヤマシンさん以外のホームセンター行くとやっぱりその、1000円とか2000円とか上の値段で売ってるんですけども、ヤマシンさんだけちょっと圧倒的に安くて、もうなんかヤマシンファンになりましたなんかね、僕知らなかったんですけど、ヤマシンって僕の地元のその茨城っていうのとがほどのメインで、福島と栃木にもなんか1店舗か2店舗ずつあるみたいなんですけれども、知りませんでしたね。もうなんか結構そのね、全国にねチェーン展開されてるのかなと思ったら、茨城だけのブランドだってことで、ケーズ電機同様ヤマシンが好きになりました。電化製品はね、筧田結構ケーズ電機かヨドバシカメラが多いんですけどね、ホームセンターはヤマシンをちょっと応援してきたくなったっていう出来事がありました。ということで、そのね、冬に向けて、僕にとってみればこういう植物たちを
越冬させるっていうのをこう初めての経験になるわけですけども、実際に枯れてってしまう植物のこの個体がないのか、あとはその温室をその使っていく中で注意すべきことなんかも今後の動画ではしっかりと発信していきたいと思いますので、チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。ウィズプランツの掛けひだがお送りしました。それではまた。ぜひ皆さんも一緒に頑張っていきましょう。